子の愉快な旅クラブ。旅は人生を豊かにするジャンボツアーズがお届けします。皆さんおはようございます。スパイア那覇新都心店から今日リニューアルオープンさせていただきました。全然店舗変わったんですが、もちろん皆さん旅行のご相談来てくださいね。ヨーロッパの素晴らしいプロダクトご紹介します。蜂蜜、今は菩提樹の花とか百の花、いっぱい花が咲き乱れてます。その蜂蜜、水飴が一滴も入ってない美味しい純度100の蜂蜜ご賞味ください。ジャムもいいですよ。このジャムもブルーベリーやプラムやラズベリーやチェリーやワイルドベリーでも、今回はこれに、ブルーベリーとシナモンとプラムを蜂蜜を 5% やって新しいジャムで、もちろんそこにも砂糖は 0g、 全部素晴らしい果物で作ったジャム、お楽しみください。さあ、フォアグラのパテ、もうね、ぜひフランスパンのバケット、食パンご用意ください。一番オイリー、鴨さんのオイルが一番抑えられて、これだったらもう一切れ食べれるやつをぜひパンの上にたっぷりのせて召し上がってください。さあ、トリュフなんですよ。黒トリュフ、乾燥トリュフ、トリュフソース、トリュフの入ったバター、トリュフソルト、トリュフオイル、そして極めつけは10月の末には白いダイヤモンド、白トリュフも、もちろんお店に来ていただいて白トリュフ入ったらすぐ連絡してご用意します。スライサーは忘れないでくださいね。さあ、こういうトロヤン、ブルガリアの素晴らしい陶器、かつては絵皿として掛け皿として飾られたものが、ブルガリア、ルーマニア、EU に加盟して、もちろん、チョルバ、スープの世界の中でそのままこのお皿で美味しいスープを飲んでいただけるように、すべて自然の土の中の染料を使って、素晴らしいこのお皿のセラミックにも皆さんここで触れていただけるように、生ハム、チーズもイタリアから週に1回、もう極めつけはゴンゴルザラドルチャ、ぜひちょっとでも食べてほしいな。もうこの喜びを一緒に共有したくってこのお店をオープンさせていただきました。お近くに来たら冷やかしに来て、今度は白ワインでグランプリ取ったやつのコインを入れて、そしてじゃあこれを決めていただいたんで、じゃあこれにしましょうね。この番組はジャンボツアーズがお届けしました。皆さん、お店に来ていただいて、ぜひこのオブジェ、なんと全部卵なんですよ。新国立美術館で飾られてた、これを彼女に拝み倒して100回以上拝んだはず、持ってきました。ぜひこれ